じゃあとりあえずお疲れ様です。はい、お疲れ。どうしようねえ、そうなんでしょうな。5歳が一番モテ期でしたか。あ、そう。使ったから覚えてる。早いね。もう使いました。3回分多分使いました。運動。みんなが、うん、自分保育所やったんで、お昼寝の時間があります、うん。お昼寝の時に毎回位置が自由で、うん、で俺の隣に誰が寝るかを奪い合ってしまう。すごいね。うん、あんな思いできんすよ。大奥が形成されてるよくわからないけど、特質と性質が。岐阜はどちらからお湯なんですか。岐阜のどちらから。岐阜のね、岐阜市ですわ。あ、岐阜市、うん、遠いですね。ねえ、遠いっちゃ遠いね、うん、あ、そうです、そうです。早くどれぐらい、金沢までどのくらいかかる。あのね、一遍ね、名古屋港まで行って、でそっから折り返してきたもんでね、今日だけで420キロぐらい走ってきて、すごい。なんか毎年ね、あの千里浜、ああなんかバイクの、そう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 。で、あれ今年はコロナの関係で、まあこの期間の間にみんな好きな時間に来てちょうだいみたいな感じで。やってた。そう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 。え、千里浜で？うん。バイクがいっぱい集まって。うん。今年は4000台ぐらいかな、あれね、うん、僕は今年で3年目で、彼は今年は初めて誘って。あ、どうですか、うん、でいきなり雨ですよね。あ、いきなりで。めっちゃ良かったですけど、疲れました。これが張り合ったのも、疲れましたね。ちょうど今日明日が赤へんぐらい。まあ、なんかちょっとどっちが雨男かっていう話はあれですね。あなたよ。どう考えても。俺2年連続晴れたよ。その自覚はなかったですけど。なかった。すごいですね。いいイベント、いいイベント。雨の日の方が思い出がある。あ、けど確かにそうですよね、記憶には残る。そうそうそう、雨やったわ。ね、